はいどうも、いつきんと申します。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、先ほど発表がありましたが、ついにあのうさぎが来るということで、キャラクターをね紹介していきたいと思います。ちなみにサムネイルは全く関係ございません。はい、というわけでまずステータスから見ていきたいんですけど、光属性のプリーストということで、闇アンジェリカと同じステータスになります。高スピード高抵抗のキャラクターですね。なおですね、効果抵抗率に関してはパッシブスキルでプラス 20% された数字なので、闇アンジェリカ刻印集中が効果抵抗率 23.8% なので、まあ、この2人ほぼほぼ同じステータスになります。そしてですね、この高スピードスキル的にはかなり活かせそうな性能をしているので、かなり期待できます。それでは早速スキルの方を見ていきましょう。はい、まずはスキル2ですね。追加ターンが発生すると全体に免疫とシールドを付与します。なので例えば相手に光リリアスがいた場合、スキル2の指定挑発を免疫で弾くことができます。またですね、この挑発だけでなく、光リリアスはやっぱり免疫セットの免疫解除、これがねかなり強力だったんですが、さらにそっから免疫を張り直せるので、光リリアスのスキル3から、相手がねデバフを入れてくるっていう動きも、抑止できるようになります。そしてスキル3、攻撃力アップバフに加えて、なんとアクションゲージ 20% アップの非攻撃スキルとなっています。自身が一部クリーブへの対策となりながらも、自分はクリーブを仕掛けれるという性能にもなっています。現在 RTA ではプリーストのスピードに補正がかかるので、基礎スピード114あれば容易に300ドミニエルが完成しそうです。ちなみに現在早めで運用しているエミリアの装備を渡すとこんな感じになります。非攻撃スキルでもあるので、相手はねちょっと枝使いづらいかなっていう感じをするんですけど、自分は枝を出せるということで使うこともできますし、まあ、単純にアクションゲージアップ 20% で上から殴り倒すというようなこともできそうです。そして最後スキル1、スキル1は単体睡眠攻撃になります。まあ、かなりね地味めというか普通のスキルなんですけど、まあ、60% で相手を1体止められると考えると、まあまあ悪くない性能なのかなと思います。はい、そして古代遺物ですね。結構ね相性良さそうなのがいろいろありますので、ちょっと紹介をしていこうかなと思います。まず公式の動画でも使われていたのは、救急キットですね。これを使うことで、スキル3を使った時にデバフをね一つ解除できるというのと、ついでに回復もちょっとできると。まあ光リリアスに使う場合はね回復はほぼ、入らないとは思うんですけど、光リリアスの攻撃力ダウンをドミニエルだけで解除できるという異物になっています。闘技場とかだとこれが一番使いやすそうではありますね。そして、プリーストといえばこちら、守護の表現、効果抵抗率の底上げ、そしてドミニエルが持っていないヒール性能が追加されると考えれば、まあ、汎用性はねある異物かなと思います。そしてこの間出た枝ですね、これはですね、まあ、メイドクロエの時にも言ったんですけど、効果命中率底上げに加えてスキル1にねもう少し役割を持たせるという意味で、なかなかこちらも悪くないかなと思います。まあ、特にドミニエルねスキル3打った後やることがないので、まあ、ちょっとでもねスキル1で、味方に貢献できるという意味では、まあまあありかなという感じはします。そして、アマリリス、こちらは、単純にヒール性の追加という形で、まあ、汎用性ありという感じですね。そして あとは星4だとエーテルヌス、こちらはですね、まあ、ただでさえ早いドミニエル、弱体効果入ればさらにアクションゲージが上がるということで、上を取るならこれもまあありかなみたいな感じはあるのかなと思います。まあ、他にもね結構いろいろあるとは思うんですけど、まあ、この辺りが結構中心的になってくるから、まあ使いやすさで言うと救急キットかなという感じです。はい、という感じの、キャラクター光ドミニエルなんですが、公式でね紹介されている通り、闘技場だと、まあ、光リリアスに対して安全にね相手できるようになるのかなと思います。もちろんその他にもですね追加ターン持ち、かなり存在しています。
よく使われるのだと闇手ね、RTA とかでね、よくスキル1からスキル3で、格殺してくるみたいなね、のとか、まあ、ダメージちょっと入れつつスタンさせてくるみたいな、使われ方をするんですが、まあ、それがね、免疫によってこうスタンしなくなったりとか、シールドを貼ることでこう倒せなくなったりっていう事故もね、起きそうな気はします。あとはクリーブとかだと、ポリティスですね、ポリティススキル1スキル3で例えば闇川をね倒したりとか、結構そういう使い方をすることもあるんですけど、その辺もね、ちょっとシールドによってダメージ計算が狂うとか、あとは免疫を貼ることで、ポリティスのスキル3のデバフを、ちょっと防ぐとか、あとは最近強くなった木のシダ、これもスキル3からスキル1、これ追加ターンですので、ここでちょっとシールドを貼って、ダメージ計算をずらすとか、あとはクリーブだと闇ドミニエル、全体攻撃からのゲージアップして、闇ドミニエルは自前でね、スキル3を使ってアクションゲージ上げたりとか、クリ率をね、盛ることができるんですが、結構闇ドミってね、クリ率サボってることが多いので、このスキル3を使わせないことで、クリ率をね、クリティカルを出さないようにしたりとか、あとは使った時にシールドを貼って、ちょっとダメージ計算ずらすみたいなことも、できるんじゃないかなと思います。他にもですね、ランとエダ、こちら両方ともですね、強化解除を持っているので免疫とシールドを貼っても解除されてしまう可能性が、あるんですけども、いずれもですね、解除はダメージの後になるので、ランであればスキル3のダメージ、エダであればスキル2のダメージをシールド分、消化できるので、まあ、受けるダメージをちょっと減らせるのではないかなと思います。あとエダに関しては結構こう編成のね、バンの仕方によってはエダが一番最初に動くということも、あります。この場合はですね、スキル2スキル3の動きを、完全にね封じることができるので、かなり強いんじゃないかなと思います。そして他には、火のイセリアかな、この辺もですね、スキル1からスキル3をすることが多いと思うんですけど、これ免疫が貼られてしまうので、まあ、激爆はするんですけどスタンはしなくなるということで、こう体力の多いキャラクターだったら、激爆ダメージちょっと受けて、スタンはしないので、まあ、その後動けるみたいな、状況も出てきそうです。というわけで、まあ、RTA でもまあまあ使う場面はありそう、まあ、というかスピードがめちゃくちゃ速いので、まあ、単純にクリーブ、まあ、上から、殴るように使われるだろうというのと、闘技場で使う分にもかなり攻めやすくなりそうなので、余裕があればぜひ手に入れたいところです。ピックアップは8月11日なので次の新品ラインナップになるんですが、ビビアンの次の新品になるので、おそらくね、既存月影英雄との抱き合わせになるんじゃないかなと思います。まあ、今はね、エンジェリカ、光アンジェリカの時と違って星4にもね天井がついたので、まあ狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。というわけで月うさぎドミニエル紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。正直使い方かなり多そうなので、今日紹介した以外にもね、いろいろあると思います。皆さんが思いついた使用法あれば、ぜひね教えていただけると嬉しいです。それでは、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。